なければ幹事長の質問一件お願いします。飲食店までの営業時間の短縮や休業の要請についてお伺いします。知事は5月下旬の記者会見の時にその時点で要請に応じていない飲食店が11店舗あって、でその後の手続きを経ても協力してくれない状況が続いたら6月第3週頃には命令を出すというのは見通しを示していました。先日のプラザマリの取材の際もその後要請に応じていない店が対応を変更したとは聞いていないというふうに説明していましたが、今現在といった直近では何店舗応じていないお店があるかや、もう今日6月第3週に入っていますけれども、今週中にも命令出す予定なんか、そのあたりの対応状況を教えてください。はい、まず我々の対応状況を申し上げますと、県内全域の飲食店の対象になるわけですが、19,324 店舗ございます。で、6月8日時点で、延べ 48,155 回見回りに確認しているということですね。でその結果、要請に応じてない店舗に対しては電話で指導すると、でそのさらに2度ほど店舗に直接、お伺いすると、で、指名提供の中止と時短に応じるように指導を行ったというところです。でその上でさらに要請に応じていただけてない店舗が13店舗と現在にございます。で、この13店舗については特措に基づいて弁明の機会を、付与をした後にですね、明日にでも命令を行う手続きを進めているところであります。で、命令を行えばですね、その旨を公表したいと。この件について質問ある者はお願いします。よろしいですか。命令に明日での命令ということだったんですが、その応じない場合は、ね、当日延長で何か対面を公開するという、ですね、命令に応じない場合には過料を求めるということになる。対面を公開するというわけではない、公開というのがそのマスではないので、それについてはですね、検討した上で、どうするか検討したいと思います。すいません。知事はこれまでにもその例えば、命令したいわけではないというお話もありましたけれども、このようなその状況に至った点についてはどのように受け止めていますか。明日にでもその命令を行わ、ざるを得ないというか、そういう状況までになっている点についてはどのように受け止めておられますか。そうですね、先ほど申し上げたように県内約2万店舗の飲食店にございまして、そのほとんどがこの要請に応じていただいているという状況の中でですね、13店舗ほど現在まで、要請に応じていただけてないというのは非常に残念だと思っています。共同通信の平戸です。細かい内容なんですが、命令は休業を直接命令すると、そういうような形になると理解してよろしいでしょうか。そうですね、要請に従うということなので、休業または酒類を提供しない時間、営業時間短縮ということで、酒類から消えたと。そうしました。お答えよろしいですか。なければ一般質問に移ります。他に質問のある者はお願いします。すみません、中国新聞の岡田です。政治と関連の問題で2つほどお伺いします。自民党が選挙違反で当選無効となった国会議員の歳費変化を可能にするですね、歳費法改正を検討してたんですけど、結果として今国会を見送っています。参院広島選挙区での大規模買収事件を起こったに、逮捕されたですね、議員がお金もらい続けていいのかというのが問題になったと思うんですけど、この働いてなくて
議員たちがこの給料をもらえる現状について、知事についてはどう考えられますか、見解をお聞かせいただけますか。国会議員の身分というのは、それなりに保障される必要があるというのは、まず前提としてあると思うんですね。で、それは何かというと、まあ、逆の、つまり、まあせまあ、それこそ第二次世界大戦の時のようなことを考えるとですね、まさに国会議員を弾圧をして、そして、まあ、給与を払わないようにしてですね、そして実質的に民主主義を奪うという、そういうようなことありえますので、今この選挙違反がですね、この非常に、この注目を浴びてますけれども、まず根本としてはそういう制度が極めてその民主主義を守る上では重要だということがまずベースとしてあると思います。でその上でですね、今回の件で言えば、非常にこの大規模な公職選挙法違反で、で少なくとも今はですね、その関係がきちんと分離されている裁判所において、でしかも自らを認めてですね、賠償を行ったという結論が確定しています。でそれについては選挙無効ということになって、そもそも国会議員の身分を持っていなかったということになります。でこういったケースにおいて、やはり全くそのもらいっぱなしということは、さすがにですね、その国会議員の身分保障という必要とされるその身分の保障を逸脱した状況ではないかというふうに思います。でそういうことを国民の皆さんは強く感じているんじゃないかと思いますけれども、現状なかなか歳費法のについて、拙速に行うことがいいかどうかとしてですね、やはり国民の国民感情的には非常に強いものがあると思いますので、それに対して十分に応えていただけているというふうにはですね、もう国会閉じつつありますけど、臨時国会もまた年内ありますし、できるだけ早い成立を、何らかの形で臨むということでしょう。そうですね。ただちょっとですね、私が危惧するのは、今その歳費法がちょっと焦点になっているので、こればっかりに焦点が当たっているんですけれども、そもそものですね、やはり何て言うんですかね、この選挙違反、これについて、例えばご本人がですね、全くまだ説明されていないだとか、そういった状況ですよね。その勝木さんの方はね、まだ裁判継続しているということもあると思いますけれども、過程も終わっているということもあるので、そういった責任をしっかり果たしていくという、それをですね、その国会としてもやっぱりきちんと求めていくということが必要なことじゃないかというふうに思います。その政治と関連でもう一点、今度政治資金収支報告書についてお伺いします。各政治団体が昨年分をですね、春先に県選管に提出して、今後秋に向けて公開に向けた作業が始まると思うんですけど、そのインターネット上での全面公開というのが今全国的に主流になっているんですが、広島県については用紙のみしか公開してないということで、全国で6件だけ用紙公開にとどまっているんですが、今おっしゃったように大規模買収事件で政治資金に対する有権者の関心が高まっているんですが、その全面公開すべきかどうかについて、知事は政治家の一人としてどう考えられますでしょうか。政治家の一人なんですけども、知事としての立場もあるので、これは選挙管理委員会のですね、ことになるので、ちょっとなかなかですね、ちょっと申し上げにくいなっていうところがあるのは、ちょっとご理解いただけると思うんですけども。政治家の一人としてもいい。ですから、と言ってもですね、まさにこのピンポイントで制度、どうするかっていう話になるので、ちょっとなかなかちょっとごめんなさい、言いにくいなっていう。
ょっと時間過ぎてますが、すいません、広島テレビの門脇です。昨日知事もコメントを出されてますけども、あの JR 芸備線についてなんですけども、利用促進、まあ、一部区間のこう利用促進などを話し合う、 こう JR などとの協議の場にこう参加するというようなお考え示されていますけども、今の現状についてですね、改めてどのように受け止めていらっしゃって、この協議に参加しようというような経緯に至ったかお願いいたします。あの JR 西日本から改めてですね、あのご提案ございまして、でその内容としては現線の沿線地域の現状などについてまず把握をする、しっかりと把握をするということと、で、その上で利用促進について、協議をして、あの検討していきたいという、そういうことでありました。あのそういう内容でありますので、まあ、県としてはあの、まあ、協議の場に参加をするということで、この庄原市と新見市ですかね、それから岡山県、と、まあ、JR とこちらの話をしたいというふうに思っています。まあ、源泉はあの通勤であるとか通学であるとか、あのやはり県民の皆様、特にやっぱり交通弱者の、ね、生活のまあ、必要なものと、あるいはその経済活動を進めていく上での、ね、自分の移動手段であるというふうに考えていますし、広島と岡山を結ぶですね、交通ネットワークを構成する路線でもあるというふうに思っております。あのまあ、県としても、あの令和2年度から、この中山間地域の運行上のためにこう鉄道を活用するというですね、そういった事業を進めてきているところですし、あの先般もあの沿線4市が JR 西日本に対して提案をしてますけれども、そういったあの芸術線対策協議会におけるこの活動というのも支援してきているところでありますので、あの県民の皆様も含めた多くの方にですね、積極的に芸術線を利用していただくよう、この件としても、まあ、取り組んでいかなければいけないなというふうに考えているところです。最後に1点だけなんですけど、その今利用低迷がこう続いているというような状況ですけども、ユーザー基地としてはこの利用低迷の部分に関してはどのように受け止めていらっしゃいますか。そうですね、あの今非常に利用が少ないということは、あのこれは事実ですね。であの他方であの地域の皆さんはですね、観光であるとか生活の両面で非常に重要な地域の資源であるというふうに、おっしゃってますし、まあ、我々もそういうふうに認識をしているというところなので、やはりあの地元の皆さんもですね、芸術線を守っていくために、やはり乗らないと、まあ、芸術使わないのに、鉄道を運行しますというそういうわけにはいかないので、まあ、いかにですね、あの自分たちのやはり大切な資源をあの守っていくために自分たちもこう活用していくということをですね、進めていくかということが重要なことなのかと思っています。同じ件であの追加でお願いします。あの改めまして、少し重なるかもしれませんが、あの今回参加する方向でというお考えが昨日示されましたが、あのこういう、まあ、参加するというふうにあの決められた理由について改めて聞かせていただけますか。あの、まあ、JR の申し出の趣旨というのはこの利用促進をしていくということでありますので、利用促進をして、で、まあ、利用されて初めてやはりあの継続するということだと、継続というかあの路線をですね、守られていくということだと思いますので、でそれをこう考えていく上では、まあ、もちろん JR の、ご意見というか、そういったことも非常に重要になる。JR からどういった妥協が得られるようになるのかということも重要なことでありますので、まあ、関係するですね、自治体、それから JR で、の話をして、この利用いかに増やしていくかということを検討するのは重要なことだというふうに思っています。もう一点、今回の動きについて、沿線の自治体や住民の中にはその将来的な廃止が、まあ、
あるんじゃないかというその不安というのも、まあ、あるのは事実でして、そういった声をどのように受け止めるか、まあ、あるいはその今回 その検討の場に検討してそういう声をどのように反映していくお考えでしょうか。繰り返しになりますけれども、その使わないと、まあ、これはその、まあ、何かにそもそもあるのかということですね。ですから、まあ、非常に不安だというのは、まあ、現に使われていないという事実があるんだと思います。そういう中で JR として使われない路線、他の、交通手段の方が適切ではないかというようなです、ね、意見が出てくるという、まあ、それに対して不満を感じられるかと思うんですね。ですから我々としては、まあ、それを、まあ、いかに AI という利用を進めていくのか、それ住民の皆様もそれを認識をして、どうしたかということを考えていただかなければいけませんし、まあ、そのために地元の市や町が入った、まあ、町じゃないですけど市が入っているわけですけども、同時に JR もですね、使いやすいようにどういうふうに工夫をしていただけるかというようなこともあるということだと思うんですね。そういうことを総合的に、検討しているということだと思います。ありがとうございます。それでは、関連で一点だけ最後にお願いいたします。今回の検討会に県が入ることによってどのようなこう利点というかメリットがあるということをこう取り組んでいきたいというふうに思われてますでしょうか。利点というか促進策を話しましょうということなので、まあ、利点っていうんですかね、どういうふうにお答えしているのかちょっとよくピンとこないところもありますけど、こう JR からのこう、まあ、申し入れを受けてもこう県がこう入ることによって例えばその、まあ、JR 市独自でできない部分のこう何かしらのこう意見を聞きたいとかそういったお考えが JR 側にあるのかなと、まあ、JR の方にちょっと意見を聞いてないと分からないんですけども、その辺に関してこう知事としてはどういったことを県としてこうできるかなというふうに思っているかっていうお考えをお伺いします。市と JR だけではなくて、県が入ることっていうことですか。はいはい、鉄道はですね、まあ、今回その対象区間は昭和ですけれども、その昭和だけを走っているわけではなくて、沿線自体はですね、ご承知のように広島から岡山につながっているものですから、各自治体を通っているわけですね。ですからそこはもちろん総合的に考える必要があるということです。でそれは昭和市にはそれを代表できませんので、県として代表して入っているということです。それではこれで記者会見を終わります。次回は来週22日の10時半からを予定しています。ありがとうございました。